株式会社、岩波書店は、日本の出版社である。文芸、学術の幅広い分野における、専門書から、一般啓蒙書までを広く扱い、国内外の古典的著作を収めた、岩波文庫や、岩波新書などの総書や、国語百科事典、工事園の観光でも有名。1913年8月5日、岩波茂雄が、 東京市神楽南神保町16番地に開いた古書店として出発。小札販売方法を採用し、注目を集めた。同年12月1日に、足野慶三郎の,、K、の宇宙の進化。翌1914年に夏目漱石の心を観光し、出版業にも進出。漱石を都後に夏目漱石全集を観光し、躍進する。看板は、 漱石の筆による。昭和時代にはしばしば大衆的な路線を貫く講談社と対比された。戦前には共産主義講座派の拠点であった。創業以来、岩波書店のマークは橋口五用が描いた亀を使用していたが、1933年12月10日の岩波前書の創刊から未来の会が、 タネマク人を題材に取ったマークの使用を開始。1949年4月25日に株式会社に改装。社長も岩波家の世襲から脱出したが、戦後もハニゴロウの著作を出版するなど講座派の影響は持続している。戦後は日本の単観辞書としては最大級の収録数である国語辞典、公辞縁を発行している。本社の隣には、 一橋グループの小学館、修営者があり、2017年には所有していた岩波書店一橋別館を小学館に売却している。岩波書店は多くの出版社が用いる委託、返品性を採用しておらず、すべて書店側の買い通りという責任販売性の形をとっている。また、比較的高賞味である。そのため値下げもできず、不良在庫となっても、 書籍の処分が難しい面も持ち合わせている。そのため書店の岩波新書の多くは、書棚の隅のコーナーでありながら日焼けしていたり、小さな書店では、顧客からの注文がない限り、岩波書店の書籍をほとんど取り扱っていないことが多い。2013年度定期採用は、著作者等の紹介を応募条件とすることを発表した。これは、 事実上延古採用に限定する方針であるとして批判を受けた。岩波書店はウェブサイト上であくまで応募の際の条件であり採用の判断基準ではありません。採用予定人数が極めて少ないため応募者数との大きな隔たりを少しでも少なくするためのものです。とする金告を出した。神保町にある岩波書店所有のビルには 岩波の書籍を主体とする書店、岩波ブックセンターがあったが、運営していた、新山社の倒産に伴い2016年に閉店した。その後地には2018年4月、小田急グループ企業のアズ社が書店と共用オフィスなどを組み合わせた施設、人望町ブックセンターウィズ岩波ブックスを開設した。ありがとうございます。